トーマスのキャラクター紹介。今回は鉱山鉄道のレニアスです。レニアスはナローゲージのタンク機関車、主にスカーロイ鉄道で働いています。車体番号は2番で、色は赤色です。長編シリーズ第7作、ブルーマウンテンの謎で一度黄色に変身しています。車体番号が2番ということで、同じく2番のエドワードとは特に仲がいいです。レニアスの語源はソドー島で、別れた滝。原作では第10巻から、テレビ版では第4シーズンから登場しています。性格は温厚で心優しくて几帳面、仕事をしっかりとこなすので、仲間からの信頼も厚いです。スカーロイやフレディと競争を好んでしています。モデルになったのは、フレッチャー・ジェニングのクラス BB という小さな機関車です。姿が似ているスカーロイは、原作では義理の兄弟で、テレビ版では親友という設定です。レニアスとスカーロイはよく似ていますが、スカーロイは1864年製で、レニアスは1865年製です。第20巻でスカーロイと同じく、生誕100周年を迎えています。嵐の日に困難を乗り越えてお客さんを運んだとして、勇敢な機関車、としても称えられています。また、ミスター・パーシバルにはとても信頼されており、恐竜の骨の運搬を指名されていました。可愛らしい存在のレニアス、これからももっと活躍してほしいですね。